クリスチャンの寄り道を聞きの皆様こんにちは。私はエステルユキコと申します。今回は喜びを感じた瞬間のお話です。私がある年教会の宣教チームに参加させていただいた時のことをお話ししたいと思います。毎年10月の終わりから11月の初めの期間に教会からイスラエルに海外宣教チームが出ていきます。私たちの教会では11月を教会の年度の初めとしていまして、神様からの新年度の言葉をガレレヤで受け取り、礼拝を持って1年をスタートしています。チームはエルサレム、ガリラヤにそれぞれ連泊して、オリーブ山やガリラヤ湖畔でお祈りをしたり、夜には集会の時を持っていきます。また数年前からは現地のロシア系ユダヤ人の方々の教会を訪れさせていただいています。そして希望者の方々は滞在中のほぼ毎日、聖書に関わる名所を現地のツアーガイドさんと共にバスで巡ることができるんですね。そうしたツアーの中で実際にその場所に行って聖書について詳しく知ったり、神様を感じることができるというのは本当に恵みです。このようにいろいろ盛りだくさんなのですが、私が特にイスラエルで印象深い場所はガリラヤ湖畔でした。そこで祈っている時の恵みのすごさです。イエス・キリストがその時代ここから伝道の働きを始められたことなど、いろんなことを思ってその同じところにいることに感動するわけなんですが、何か不思議とそこにいるだけで神様の深い愛を感じて癒されるし、喜びが湧き上がってますます祈りたくなる、そんな恵まれる場所なんですね。そんなことからチーム参加中のある日、私はさあ今日は一日ガリラヤ湖畔だと楽しみにしていました。イスラエルチームの中で私は人生で神様から重要な言葉を受け取りたいと願っていたので、ガリラヤ湖畔で落ち着いてお祈りする時間を持とうとしていたのでした。ところがその日の朝、やむを得ない事情が生じて、急遽教会スタッフの中の何人かはツアー行きのバスに乗る必要が出たのです。それで私はツアーの方に参加することになったんですね。もちろん必要な状況だと受け止めていましたが、でも私も生身の人間、予定が変わってしまってちょっとがっかりしてしまったんです。でも聖書にはすべてのことを感謝しなさいと書いてあるので、すぐにこのことも神様に感謝しようと思いました。なぜがっかりしたのに感謝するのと言いますと、私たちの目にはマイナスに感じることの後ろにも、神様は必ず最善の計画を持ってそのことを許しておられるからです。感謝して従っていく中で、その素晴らしい計画が現れていくのです。だから私はツアーバスに乗っている中で神様にこの状況のすべてを感謝しますと祈り続けていきました。と言いますと、いやいやそれは立派ですねと聞こえるかもしれませんが、実はガリラヤ湖、ああガリラヤ湖いいないいなガリラヤ湖、でも感謝します感謝します、窓にべったり張り付いて未練がましくガリラヤ湖を眺めていました。ああ感謝します、こんな感じでしたが、とにかくその当時の私にできる精一杯の感謝のお祈りを神様に捧げていたのです。さていよいよガリラヤ湖が見えなくなってしまいました。さらにバスは進んでいき、私はゆったりと景色を楽しんでいました。すると突然すぎてびっくりしたのですが、バスの座席のその場所で、囚われ人の解放という聖書の言葉がまるで天から降って私の上に降りてきたかのような感覚で、はっきりと語られたのを感じました。実際の声ではないのですが、まるで実際に声が聞こえたかのように心の中に明確に聞こえたんですね。神様は生きていて私たちに語りかけてくださるので、私もそれまで聖書やお祈り、教会の礼拝のメッセージや御霊の賜物の言葉を通してといろいろな語りかけを神様からいただいてきました。でもこの時の言葉の受け方は本当に特別だったんですね。とても不思議でした。そしてその言葉を聞いた瞬間、何とも言えない大きな喜びを感じたんです。祈るとこれは本当に神様から来た語りかけだと平安があり確信がありました。
実はこの囚われ人の解放という言葉は、私にとってこれまた特別な言葉だったんです。聖書のイザヤ書61章に、主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、という箇所と、ルカの福音書の方にも同じイザヤ書の言葉が書いてあって、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために、と、このように書いてあります。私は神様を信じて間もない頃に聖書を読んでいて、これらの言葉が何回も何回も強く心に響いてきました。その時からこの言葉をずっと大切にしていたんです。でもバスの中で特に思い出していたわけでもないのに、なぜその瞬間に語られたのかわからなかったんですが、このイスラエルチームの期間中に、私の人生で重要な言葉を受け取りたいと神様に願っていた、その祈りの答えなんだと思いました。私はさっきがっかりしていたことなどすっかり吹っ飛んで喜びにあふれていました。さて、このツアーの行き先はピリポカイザリアという場所で、その場所はイエス様のお弟子さんの一人であったペテロがイエス様に向かって、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した場所でした。ガイドさんの説明を聞きながら、私は確かに主は本当に生きておられる、主は生きておられる、生ける神の御子であると改めて、救い主であり生きておられる主に感謝をしていました。そしてその時、ツアーメンバー全員のいた真上の空に綺麗な虹色の彩雲が出たのです。わーっと一斉に声が上がり、みんなで喜びました。私も今回のすべてのことは神様からの特別なプレゼントだったんだと喜び感じました。私自身は過去まさに囚われ人でした。目に見えるもの、見えないもの、人の価値観や暗闇の力によってがんじがらめに縛られ、恐れ迷い悩み苦しみの中にいました。その私が神様を信じてからは、全能の主の力によって一つ一つ解放され、誠の自由にされたのです。またこれからは、私が解放を必要としている人々のために神様に用いていただきたいと信じて願っています。さらにこの言葉にはもっともっと深い意味があると感じて、今も祈って神様に聞いています。さて、その日はいろいろサプライズな一日でしたが、翌日には私が初めに願っていたガリラヤ湖畔でたっぷりと一日中お祈りをする時間も神様は与えてくださったのでした。感謝します。私のお話を最後まで聞いてくださってありがとうございました。またお会いいたしましょう。